ニューヨーク市地下鉄 R143 型電車はニューヨーク市地下鉄で使用されている通勤系電車である。大型車両の走行する B ディビジョン用の新型車両として川崎重工業で製造された。同社が製造し、すでに運行を始めていた小型車両が走行する A ディビジョン向けの R142A 型を基礎としつつ、B ディビジョン用として新たに設計。 製造は初期の一部車両を日本の兵庫工場で残りを現地法人川崎レイルカーがアメリカ合衆国ネブラスカ州のリンカーンに保有する工場で受け持った。2001年12月から試運転が開始され、翌2002年2月エルラインにて営業運転を開始した。以後、2003年3月までに4両編成53本が投入されている。 ステンレス製18.5メートル級の車両で、車体は片側4つの両開きドアを持つ通勤型の仕様。グラフィティのタグ付けを防ぐため、車体側面には一切の飾り帯が貼られていない。前面は黒く塗ることで、運転席の窓を大きく見せる視覚的な工夫がなされており、上部には走行路線を表すアルファベットや数字を表す LED 式の表示器が、下部には 衝突事故で衝撃を軽減することを期待してアンチクライマーが装備されている。連結器は電気連結器付き密着連結器を採用している。ニューヨーク市地下鉄の他の車両と同じく FRP 製でクッションの類はない。また立ち脚用として握り棒が通路の真ん中と座席両端部分に設置されているものの、釣り革は設置されていない。 コイト工業製のタッチパネル式モニタ装置を搭載し、運転状況や搭載機器の管理、監視を行っている。主電動機、制御機は、前車がボンバルディアトランスポーテーション製、台車は川崎重工業製のボルスタ付き空気バネ台車である。2編成つないだ8両編成で、L ラインを中心に使用されている。2005年の一時期、本系列を用いて、L ラインで、 ワンマン運転の試験が行われたが実用化には至っていない。2006年6月に悲しい車両基地にて車両が車止めを突き破る事故が発生した。事故発生時に戦闘車両だった8277は大枠を曲げて大破しニューヨーク州ヨンカーズにある川崎重工の現地法人の工場内に留置されていた。また、 8277と編成を組んでいた8278から8280の3両は207丁目車両基地で留置が続いていたが修理の上で2017年12月に運用に戻った。ありがとうございます。